巨人がね、9月にね、12連勝したんですよ。直接対決で負けてるのに。自分で決めた。そうです、自分で決めた。ような大臣だったんでしょ。3年連続最下位とか。ね。あの監督、阪神の監督時代にね、まああの、13ゲームか、引き離して、もう優勝するだろうっていうところから、あのうまくいかなかった、あの時もやっぱりそう、あのあれ、もうこうなったらこうなるんだっていうようなこと、選手に言ったら、それがプレッシャーになったのかな。いや、プレッシャー、あの一つは、あの北京オリンピックあったこと。あ、抜けた。そうです、うん、そうか、うん、あ、それがちょっと普段のシーズンではなかった。そう、うん、あ、そうですね、最終に選ばれたのが矢野やったんですよ。あ、なるほど。でもそんな試合使わへんのにね、うん、と思ったんだけど、あ、まあその時は余裕あったからね、まあそれはしょうがないですよ。まして星野さん監督やったからね。そうか、うん、だから結局その7月だって、まああの勝負は9月と思ってたんですね。だから今よりもだいぶ試合の消化が遅いですから、うん、あれ今年ね、あれ1ヶ月ぐらいは取られたもんね。そうそう、うんうん、で、あのでも試合はあったんですよ。あったんだ、ちょうど試合はあったんですよ、はいはいはい。8月23日に野球が終わって、うん、でオリンピック終わって、はいはい、うん、で直近23やったんですよ。23はもう完全に8月23優勝ラインですね、23でね、はい、で最終が直近23なんですよ、シーズン終了。23あったの。そう、それが5割いってんですよ、あの、じゃあ洗い抜きで。それはすごいな、うん、あ、そしたら追いかけてくるのがすごかったんだ。う、うん、だから別にその、ね、プレッシャーとかそういうのなしに、うん、あ、結果残してたの、うん、あ、まあ5割ではいってる。そうそう、あのオールスター明け洗いが腰でね、骨折で、ね、試合出れないとか言うて、はいはいはい、でもあのあれですよ、北京オリンピックの後5割でいってんですよ、うん、それすごい。だから今のヤクルトと同じような状況です、うん、まあ、今ヤクルト今ちょっと20切ったかな、切りましたけど、一時23ぐらいありましたから、あれでもう5割でいけば楽に優勝だろうっていうね状況でしたから、よく似てる。巨人がね、9月にね12連勝したんですよ。それは知らないですもんね。で残り巨人とね5試合か6試合全部負けたんですよ。それもあるんですよ、直接対決で負けてるのに。でも僕はね、あれまあ言ったらもう岡田監督自身がもうこんな結果になったから、うん、もうユニフォーム脱がないといかんだろうっていうふうに自分で決めた、うん、そうです、自分で決めたような大臣だったんでしょ、うん、そう、それどうなんだろうなって俺思うわ、うん、あのだってそんな言ったら23も貯金した中で、うん、優勝できなかったのはやっぱそれより強いチームがいたって言ったけど、そうですね、まあ、うん、どっちかって言ったら巨人よりも中日かなと思ってたからね、うん、あの当時はね、結局伏兵が来たわけやね。そう、うん、巨人だから13ゲーム、巨人これ3位ですよ、うん、そうか、そう3位で、3位で、うん、7月にもうこんな離れて7月に、うん、渡辺オーナーが、はい、もう今日は巨人もうこの人3位でええ言うたんです。なんかあったな、そういう話がねどう、うんうんうん、ありました。それから、うん、もうゆっくりしなくなったのかな。ノンプレッシャーで巨人にできなかった。やっぱりノンプレッシャー強いかな。そうだ、それ楽やね、オーナーに3位で A 言われたら。3位で A もクソも、あの頃 A クラス、B クラスでもう全然離れてたから。うん、あ、そうか、もう悪くても3位。悪くても3位だからね、結局。だってずっとクライマックスは巨人と中日ばっかり、うん。そうか、もう決定なんだ。そうそう。そういうことなんですね。だからその中でだから下でもいいんだと。うん、あの言葉は、逆に怖いと思ったね、キャス。そうか、怖い。やっぱりトップ走ってるとそういう、うん、何も言わなくてもプレッシャーあるからね。そうね、やっぱりね、うん、やっぱりまあ心の中では勝てると思うけど、うん、やっぱりかね、もし負けた時勝たないといけないからっていうのが、うんうんうん、まあ、やっぱり出てくるね。もうファンの人たちは絶対今年は優勝や。まあその優勝。そういうふうにもう思ってる中で、うん、結局まあできなかったんですけども。あれも球団もね、すごいかな、甲子園で仲間ぐらいに、例えば。ちょっとあの優勝旅行の予約せなあかんとかね。で、赤星やったかな、選手権赤星もなんかちょっと読んで、なんか待ちまでちょっと早いぞって夏んね。赤星読んで、うん、そんな話もなんかあったんや。ああ、選手会長。そう、選手会長赤星やったからね。赤星やったらね。うん。あ、それ読んでそんな話した。いやいや、もうやっぱり準備ね、やっぱり。それはもう裏で粛々とやっとかないといけない。ね、どこがいいですか、ね、どこにするとかね、うん、そういう話が、ね、ちょっとあったんよね、なるほどな、甲子園、ね、だから
9月の半ばぐらいと思うけどね。あ、そう。でもね、実際あのだんだんと追いつかれていく中でね、うん、あの球団はなんか監督にこうなったらこうなりしてほしいとかいうことは言われたことはあった？いや、それはなかった。それなかった。じゃあもう本当にもう監督個人の、うん、あの、まあ、考え一つでやっちゃった。うん、もったいなかったね。雨とか多かったからね。ああ、結局ね、神宮も雨あったのかな、うん、で横浜まで雨だったね、うん、勝ってたのに中止になったり、うん、あ、最後神宮と横浜ばっかりかなんかやったでしょ。やっぱ外のグラウンドね、結局、うん、ちょっとなかなかしっかりね、うん、雨の予定が、雨中やったからね、はい、結局、はい、で結局あの何ゲーム差で落としたんですか？いや、残り2試合でしょ。2試合、そこで勝ったでしょ。そうそう、残り2試合で負けて巨人が勝って決まった、横浜で。うん、でそこで言うたら、もう1試合はもうあれですよ、ホットモットですよ、神戸やった、うん、あ、ホットモットでね。だって甲子園使えないですもん。だって甲子園ね、クライマックスも使えない言うやん。 あれなんで、もう予定が入ってる。いやいや、あのロイヤルボックスとか、あれの工事ですよ。工事、あ、工事が入ってる。そんなんね、俺、9月の末にね、巨人戦やったんやけど、うん、雨降って10月1日だから予備なんだけど、うん、予備は神戸でやってくれんよね、あれ。あ、なんでで1日ぐらい工事ね、こう伸ばしたらええやないか言うてもあかんのね。あかんて。10月1日からは一切甲子園球場入れないんですよ、工事で。それはなんでだろうね。優勝したらこうなるっていうのもね、普通になったら考えとかないといけない。うん、まあそれは全然そんなの考えてないでしょうね。なんか野球、プロ野球ってホームゲームとビスターゲームだと、だからホームの方が勝率ってすごい高いじゃないですか、うん、あれって理由ってなんでなんですかね。それは血のりやろ、やっぱり慣れよ、慣れよ、うん、マウンドの傾斜やったりとか、うん、なんか細かいところですかね。まあ、あとはやっぱり地元で勝ちたいっていう気持ちはどっかあるから、うん、まあ、お客さんの数も違うし、違うし、うん、そうするとやっぱりこのピッチャーどうしようかなって言ったら、やっぱりいいピッチャーを地元で投げさせたいとかね、うん、ああ、なるほど。相手チームからすると、うん、若いピッチャー試そうかっていう時は地元じゃなくてビジターの時に試したい、うん、そういうことを考えるとやっぱりビジターの方が負ける確率が高い、うん、ああ、なるほど、うん、そういうようなこともあるんですよ。やっぱりいっぱい何万人も応援してきてくれてる人たちにね、やっぱり気持ちよく帰ってもらいたいからね。そうなると監督はそこもちょっとはね、うん、だから考えるとこだから、まあ、いろんな悪い条件も重なったのは、うん、そうやね、重なった、うん、で結局クライマックスも京セラ、京セラ、うん、アニオンシリーズも京セラなんやね。そうか、甲子園ができなかった、ね、できないね、できないって自分とこのコーチやからね、とか誰にも文句言えないね。そうそうそう、自分とこで決めてしもてるんよね、うん、誰にも文句言えない、球団がね、結局。そうか、そういうことがあったね。しかし、もうびっくりした、10月から使えへんよ、ね、そんな急に言われてもね。で9月の27日の巨人戦の雨の予備が1日になったら、ホットモットに変わりませんよ。え、なんでって言うたった、俺も。いや、確かにね、もうちょっとしっかり考えてほしいな。まあ、そういうのの積み重なったんがね、もう自分でもうやめようと思ったら原因。ああ、そうか、だからその勝ち負けだけじゃなくて、チームのその、うん、やり方がね。いや、この人は優勝してほしいないんやと思ったからね、僕はね、うん、そうか、そうか。よく阪神はそうやって言われるもんね、うん、もう万年2位がいいんやみたいなね、こと言われたりね。でも結局、なんかこう、その中途半端に終わったじゃないですか、うん、あれってね。そういうものも含めてね、うん、やっぱり岡田監督待望論っていうのはね、今はすごいと思うね、うん、うん、でももうあれかね、もう何年入社してないんだ、しかし考えたらね、うん、もうあれやと10あっという間ね、17あっという間に年数は経つね、17年ね、え、もう17年になる。だって2003年、18年ぶりですよ、85年から。ああ、そうか、うん、来年それにもね、並んでしまうんこと、ね、そうか、早いね。だから85年が21年ぶりでしょ。だからそうや、そうや、そうや、みんな20年近くばっかりでね。だから85年から2003年までの18年と、うん、18年、この17年はだいぶ違うからね、あー、チームの戦力的には。いや、今すごいと思うけど、あれはあの当時はもう3年連続最下位とかね、大変な時期だったもんね。そうそうそう、あれはもうそんな優勝とかいうとこで、うん、クライマックスもないから、もう
ね、A クラス狙いっていうかもないし、そう、もう優勝しなかったら、もう一緒やみたいなね、うん、最下位でも。そういうような気持ちで、うん、そういうのと、ね、この2005年からの、うんね、クライマックスができて、からの17年はやっぱり、ね、日本シリーズもね、はい、2位かなんかから行ったし、戦い方が変わってきた、うん、全然違うから、うん、2、3回しかないんじゃないかな、クライマックス逃がしたのは。逃がしたのはね。多分そのできてからね、あの4位か、ね、4位か、最下だったか。その時が1回逃がしてるのか、うん、京セラドームでやった時とかの。クライマックス、まあ、で2回負けたよ。負けたよね、あの時。クライマックスはあの7年からじゃなかったから、セ・リーグは。あ、そうかそうか。あ、そうか。7、8で2年なんですよ、クライマックス。そうなの。7年は3位やったんで、名古屋でやって。ああ、名古屋。8年は京セラで、両方も中日ですよ、だからね。中日か、両方中日ですね。だから8年も結局甲子園使えなかった。クライマックス甲子園使えなかったんですよ。ねえ。甲子園ってね、うん、夏場は高校野球のあれがあるし、うん、いろいろね、使えない時期があるからね。それ自分とこの工事やからね。うん、もう文句言えない。うん、これは、ね。いや、だから、地元の工事から文句言えると思うよね。相手関係ないから。あ、そうそう、うん、いや、そうそういうことだね。そう、うん、やっぱ優勝した時のスケジュールっていうものをまず前提にいろんなこと考えていかないと ね、まあ、ね、いけないよね。上はしなかった時の予定でされたらちょっと困るもんね、うん、いや、だって去年のオリックスはそうじゃないですか。最後ほっともってやつか、やったね、京セラできんか。あれもなんかイベント入ってたでしょ。イベントよね、まあ、優勝から遠ざかった、まあ、去年はね、うん、仕方ない部分もあるかもかな。まあね、去年のオリックスはね、あってオールスター行った時も貯金ほとんどなかったチームでしたからね、うんうん、まあ、でもあんな山の上で寒いとこでようやったよね。あれ10月の末にね。そうそうそう、あ、10月じゃあ11月、あれ11月、11月はね、今日まだ日程遅かったからね。11月になってます。オリンピックあったから、うん、11月になってた。オリンピックが1年延びたから余計遅かったのね。We'll be right back.